お久しぶりです。堀川淳二です。リモさんから夏の間だけコーナーをやらないかと言われましてね。で、そんなコーナーを作ってくれるなら喜んでやりたいと、また出てきてしまいました。早速ですが、先日の話なんですけどね。銀行に通帳記入に行った時に、まあ、ATM の前にいっぱい人が並んでたんですよ。それでですね、まあ人が並んでる間をこう気がつくと子供がスースースーって通っていったんですよ。で、並んでる人たちはみんな気づかないから、あーまずいな、これはまたなんか来ちゃったかななんて思ってたらですね、次の瞬間にその子供がお母さんに引っ叩かれてたんですよ。いやー、その時私は思いましたね。これは鬼が出たなと。そのお母さんの顔がまさしく鬼そのものだったんですよ。で、まあ怖いな、これはやばいなって思いながらですね、これは早く帰ろうと思って通帳記入をしたんですよ。そしたら、はぁ、出たんですよ。通帳に霊が。また次回お会いしましょう。